ラポート軍は、アメリカ合衆国インディアナ州の北端、ミシガン州に接することから、ミシアナと呼ばれる地域に位置する軍である。2010年国勢調査で、の人口は11万1467人であり、2000年の11106人から1.2%増加した。軍庁所在地は、ラポート市であり、同軍で、人口最大の都市は、ミシガンシティ市である。 ラポート群はミシガンシティラポート都市圏に含まれ、またシカゴ広域都市圏にも属している。ラポート群は1832年に設立された。ラポートとはフランス語でドアを意味している。フランス人の旅人あるいは探検家が昔は深い森に覆われていた、この地域に自然の開口部を見つけたので、さらなる西部への入り口という意味で名付けた。白人が入植する以前、 現在のラポート軍を構成する土地のすべては南に隣接するスターク軍と共にポタワトミ族インディアンが主に住んでいた。1838年、これらインディアンはアメリカ合衆国政府によってカンザス州に強制移住させられ死の道と呼ばれた途中で多くの者が死んだ。ラポート軍の設立が最初に提案され組織化された時、その教会は 今日あるような南や東まで伸びてはいなかった。カンカキー川より北の土地は当初スターク軍に属していた。しかしこの地域の住人は軍の中央部、後に軍庁所在地となるノックスまで行くにはカンカキー川をレモンの橋で渡るためにかなりの距離をまず東に進むことが必要だった。川より北の住民は スターク軍から幾分孤立した状態だったので、ラポート軍の方に併合される請願を行い、1842年1月28日に認められた。その後は、カンカキー側が軍の南軍境になった。1850年1月10日、東のセントジョセフ軍に属していた20ほどの区画が移譲され、現在ある領域になった。ラポート軍とラポート氏の名前を ラポルトとするか、レポートとするかで議論が続いている。ただし州法では、レポートとなっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は613.26平方マイルであり、このうち陸地598.30平方マイル、水域は14.96平方マイルで、水域率は2.44%である。鉄道近年、軍庁所在地である。 ラポート市の平均気温は1月の下市12度から7月の歌詞84度まで変化している。過去最低気温は1977年1月に記録された歌詞28度であり、過去最高気温は1988年6月に記録された下市104度である。月間降水量は2月の1.68インチから6月の479インチまで変化している。 軍政府は憲法による政体であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって、特別の権力を認められている。軍政委員会は、軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。委員は、軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、 消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は、州の承認を要する。行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され、任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が、議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、 税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍には選挙で選ばれる、第一審裁判所、判事5人がいる。ラポート巡回裁判所と上級裁判所、第一から第三の判事である。判事は6年間任期で、党派選挙により選出される。上級裁判所の第三第四の判事は、小さい訴訟事件を扱う。どの裁判所の判決でも、 州レベルの控訴裁判所に控訴できる。巡回裁判所と上級裁判所第3はラーポート市にある。上級裁判所第1、第2、第4はミシガンシティにある。上記以外に保安官、検視官、監査官、財務官、投機官、測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。 任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求められ、また、軍の住人でなければならない。ラポート軍は、アメリカ合衆国会議員インディアナ州第2選挙区に属し、2012年時点では、民主党議員を選出している。インディアナ州議会上院では、第5及び第8選挙区に属しており、 会員では第9、第17及び第20選挙区に属している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ラポート群は夏季21の軍区に分割されている。ラポート群の公立学校は夏季の教育学区が管轄している。ありがとうございます。